とうございます。普通新津新比です。次は東品川です。入札席付近では携帯電話の電源を置いていただき、その他の場所ではマナーモードに切り替え、通話はご遠慮ください。皆様のご協力をお願いいたします。青物横丁です。この電車サレズで急行羽田空港行き通過待ちです。急行ご利用のお客様は当駅で待ちください。急行ご利用になりますと京急蒲田で横浜方面の快特にもご利用になります。
せいたしました。新津市行きです。次は立ち上川です。
大森町です。出口は左側です。なお、この電車は梅屋敷では前の車両をドアが開きます。梅屋敷で降りるお客様は後ろの4秒でお待ちください。Thank you.
京急川崎です。川崎大師方面は地下のホーム3番線から11時8分発小地南新宿行きをお聞きください。この電車生釘まで先の到着です。生釘で海徳三崎口新津市行きの通過を待ちます。海徳をご利用のお客様はお降りてお待ちください。
Thank you.
神奈川新町です。この電車は南大田まで先の到着です。快特をご利用のお客様は横浜でお乗り換えです。まもなく中木戸です。快速の通過を待ちます。快速、快速、
運休にご乗車ありがとうございます。普通新津市行きです。次は小瀬です。お客様にお願いをいたします。各車両には優先席が設けてあります。お体の不自由なお客様やお年寄り、妊娠中や乳幼児をお連れのお客様には席を譲りください。皆様の温かいお心遣いと優先席にご協力をお願いいたします。
南大阪です。
待たせいたしました。新津周期です。次は井戸ヶ谷です。神大岡です。横浜市営地下鉄線をご利用のお客様が乗り換えです。この電車は金沢文庫まで先に参ります。
は屏風の裏です。
京急富岡、京急富岡です。
新宿駅です。信方市を出します。新津市行きです。次は花沢八景です。横須賀町方面の裏側行き、左側1番線シーサイドライン、ご利用客様を乗り換えです。カルト発見です。
以下です。神宮寺です。寿司です。
まもなく新津市、終点新津市です。大佐、寿司川方面、バイより南口改札口ご利用ください。JR 寿司方面、後ろより階段下ネタご利用ください。こちら、松山さんと今一度出してください。ご了承ありがとうございました。出口が左側です。